ラルース。ラルースは、1987年から1994年まで、会一に参戦していた、レーシングチーム。1987年に、ジェラール・ラルースとティディエ・カルメルにより、ラルース・カルメルとして設立された。参戦開始当初は、自らシャシーを製作するのではなく、名門シャシーコンストラクターのローラ社に依頼。エンジンは、 フォードコスワース DFZV8 を使用していた。1987年のシーズン開幕当初は、フィリップ・アリオーのみの1カー体制で、終盤戦のメキシコ GP からヤニック・ダルマスを加えた、2カーエントリーが実現した。アリオーが、ドイツ GP など3回の6位入賞、ダルマスもオーストラリア GP で5位入賞するなど、初年度としてはまずマスの成績を収めた。しかしながらラルースは、 開幕戦にマシンが間に合わず、初戦を欠場しており、フィザからは罰金を課せられていた。1988年日本 GP では、中次縁により、欠場することになったダルマスに変えて、急遽、鈴木アグリを、スポット参戦させた。1989年3月にリディ,ディエ・カルメルは、妻の殺人容疑で、実刑判決を受け、 同年の3割の GP を前にチームを辞した。チームは、カルメルの名を除き後、ラルースとして参戦するようになった。この年から、ランボルギーニのエンジン供給を受けたが、目立った戦績は残せなかった。1989年のシーズンオフに、鈴木アグリの個人スポンサーであった、エスポコーポレーション、不動産業をはじめ事務機器製造販売や、レンタルビデオ店。 ゲオなど多岐にわたる事業を展開していた本企業がチームの株式を取得し、同社社長の伊藤和夫がチームオーナーとなった。1990年にはエリック・ベルナールと鈴木アグリがコンスタントに入賞するようになる。特に鈴木アグリは地元の日本 GP で日本人として初の3位表彰台を獲得する検討を見せた。 1991年のシーズン開幕前に FIA より前年のコンストラクターズポイントの剥奪処分を受けた。ローラ製写シ真シを使用していたにもかかわらず、コンストラクター名をラルースと誤った名でエントリーしたことが理由とされた。また、ポイントを失ったことにより予備予選の対象とされるとも発表された。その後の裁定で実際には予備予選の対象からは外された。 この処分によって、前年のコンストラクターズランキング10位までのチームに与えられる移動手段、フォーチ・ビンの使用権が剥奪されたが、ラルースの移動費用はフォーチにより補填された。この処分をめぐっては、前年のコンストラクターズランキングで11位に終わり、ラルースの処分によって、フォーチ・ビンの使用権を得ることができる理事による訴えがあったとみられた。また、オーナーであり、 メインスポンサーのエスポがバブル景気崩壊による業績悪化からチームへの支援を大幅に縮小し、ジェラール・ラルースが再びオーナーとなった。さらに、ランボルギーニエンジンもリジェに奪われてしまう。これについては、それ以前からランボルギーニに対するエンジン代金の支払いが滞っていたためにエンジン供給を止められただけ、その後リジェがランボルギーニからエンジン供給を受けることになったのは、 ただの偶然だという説もある。このためチームは前年までティレルが使用していたハートチューンのコスワース DFR エンジンを使用したが、このエンジンはしばしばエンジンブローを起こし、終盤戦には両ドライバーともに予選落ちを繰り返した。チームはこの1991年末に倒産、日本でいう民事再生法に相当する法律の適用を受けることになる。 再生支援を行ったのが、フランスの高級自動車メーカーのベンチュリー社。また、日本のセントラルパーク、姫路セントラルパークや、マインサーキットを経営していたドイ不動産も、株式を取得した。翌1992年に会社名を、ベンチュリー・ラルース、チーム名を、セントラルパーク・ラルース、コンストラクター名を、ベンチュリー・ランボルギーニへと変更する。また、シー製作も、 ローラからロビンハード率いるホメット会一をベンチュリーが買収したベンチュリー UK へと変更した。エンジンもリゼがルノーエンジンにスイッチしたことに伴い再びランボルギーニ V12 に戻している。ドライバーにはこの年間一デビューを果たした片山右京と前年冗談で活躍を見せながら障害事件で逮捕されたことによりシートを失っていたベルトランガ賞を起用した。 しかし、モナコ GP での合賞の6位入賞のみが唯一のポイント獲得であった。シーズン半ばでベンチュリーが資本を引き上げたため、ロビンハードがオーナーの形でラルース会一を再編なさた。合わせてベンチュリー UK もラルース UK に解消している。1993年からは、ようやくチーム名と同じラルースをコンストラクター名として使用するようになる。 ドライバーは4年ぶりに復帰したアリオーと理事から移籍したエリック・コマス。シーズン終盤の日本、オーストラリア GP ではアリオーに代わって鈴木敏夫がスポット参戦した。1994年に向けてチームは、海一参戦が噂されたプジョーとのパートナーシップを模索したが、プジョーは最終的にホンダ撤退以来ワークスエンジンを欲していたマクラーレンと契約した。 ランボルギーニはマクラーレンへのエンジン供給を模索し、マクラーレンと共同でテストカーを製作もしていたが、マクラーレンはプジョーを使用することとなり、親会社のクライスラーの経営不振もあって1993年限りで、開一から撤退した。結局、この年のラルースは、非力なフォード HB シリーズ8エンジンを使用することとなった。ドライバーは、コマスと新人のオリビエ・ベレッタ。 クローネンブルグ、同社のトーテルブランドによる緑カラーでの出走が多かったをメインスポンサーにゴロワーズ、後半戦スポットながら時短ブロンドを獲得したもののこの年は際立った成績を残せなかった。資金不足は深刻でシーズン中盤にベレッタの参戦資金が尽きてチームを離脱したはアリオや久々の F1 出走となったダルマス。 野田秀樹などのドライバーの持参金が頼りという状況であった。資金難に陥っていたラルースはチーム存続をかけ、国際会参戦に参戦していたダムズと合併交渉を行うが破談となる。その後1995年の F1 参戦を断念していたフランスのレーシングチーム、ジュニアチームと交渉を行い合併合意がなされた。ドライバーとして、 エリック・エラリーとクリストフ・ブシューと契約したが、合併合意が1995年シーズン開幕直前となったため大幅なレギューション変更に対応したマシンが準備できず、ブラジル・アルゼンチンの開幕2戦を欠場。エラリーに代わり、ベルナールとブシューをドライバーに据末3リの GP からの参加を目指したものの、結局一戦も出走することなく撤退した。実動8年間のうち、 無得点に終わったのは1988年のみで、1990年の鈴木あぐり3位表彰台を頂点に一時は、中堅チームとして一定の存在感を示したが、度重なる資金トラブルがさらなる飛躍を妨げた。チームは次々とオーナーが変わるなど安定した体制で参戦したシーズンは一度としてなかったが、実際のチーム運営は一貫して、 マネージングディレクターのジェラール・ラルースとテクニカル・ディクターのミッシェル・テツが取り仕切った。またドライバーの起用は1989年のアルゴレートを除き全員がフランス語圏か日本人であり、特に日本人は起用したドライバー全員がラルース会一デビューを果たしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。